シーザレインボー。
せーの、私たちは温かい手拍子ありがとうございました。シーザレインボー踊らせていただきました。気をつけレイ、ありがとうございます。レインボーチルドレンの活動は毎年夏休みにワークショップを行っています。今年もですね、8月の5日と9月の2日の両日日曜日に、自然の中で、山の中とか海の上でですね、ワークショップを開催して、自然の中でのゲームや踊りを通じて、ワークショップをして地域を超えて仲間になっていきます。今年はですね、テーマ